もうね、本当にこれはずっとやらなきゃいけないということが、ついにこの日が来ました。ということで、私の洋服を片付けしたいと思います。これはね、ずっとやらなきゃって言って、もう真夏になってしまいました。まだ冬との服を入れ替えてないので、綺麗に片付けたいと思います。もうめんどくさいと思いながら全然やってなくて、さっきもやらなきゃ、片付けしなきゃと思いながら、アイスをさっき食べてしまって、やばい食べちゃったと思ったら眠くなっちゃって、で、ベッドでお昼寝してしまった。もうダメだー、ダメだ、本当にやらなきゃということで、マジでやります。見ての通り、めちゃくちゃごちゃごちゃなので、ちょっと片付けます。やばいな、そんなに汚すぎて。まずは、私の服がそもそもこれがなかったんですけど、服が多すぎてこれを入れ込んだんですよ。なのでこれをまず出してやるか、お片付けしていきたいと思いますけど、まずは、そうだ、これもだ、この冬物パジャマ、これをまずは邪魔だから片付けよう。これはもう汗だくになるな、やばい。でこれをまず取り出す、取り出せない、何かがあって取り出せない、何かを一緒に引っ張ってきていきます。よし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 、とりあえずこの道ができました。なんだろう、これなんだろうっていうのがいっぱいあるわ。したらまずここは奥に冬物を全部置くか。だからまあここら辺は全部冬だから、こっちだよな。いやー、むずい、どうしたらいいんだろう。わかんない、何から始めたらいいのかわかんなくなっちゃった。どうしたらいいんだろう。こっちはもうね、めっちゃ取れないから、こっち側のラックが K のもので、こっち側のラックは私なんだけど、 K の方はめっちゃスカスカなのよ。ほら私の方見て、ギュギュ、 K はパンパンにこのクローゼットにギュギュに押し込むのが嫌なんですよ。だからなるべく K のラックにはお邪魔したくないから、私はこっからもう本当断捨離しないといけないんだけど、断捨離できないのよね。ここは冬物、これもあったわ、これね、ワンピース。ここら辺を全部手前に置いて、全部、あー、これどうしようかな。これみーちゃんのお下がりでナナとじゃんけんをして買ったグッチのワンピース、着ることがないから、よし、もう置くか。なんかお下がりもらったけど着るかなみたいなのも結構あるんだよな。これも可愛いんだけどね、みーちゃんの下がり、痩せないと着れない。ここら辺も着れる。でもさ、これもさ、なんか短いのよ丈が。最近さ、ミニスカート全然着なくなっちゃって、これもなんかみーちゃんがお下がりちゃんとした日に着る。暑い。これもね、可愛いんだけど着るとな、すっごい私の骨格にデブすぎて、なんか華奢な人が着たら可愛いんだけど、私もう骨格ストレートでこれがムチムチしてるから、なんか体がパンパンの人に見えるんだよね。これはみーちゃんのお下がりで、ね、めっちゃ可愛いんだけど、思ったよりここが細くてめっちゃ肩なんだよね。あと3キロ出したら着れるなっていう服。みーちゃんのお下がりで可愛いんですけど、後ろがこうなって、なんか着る場所が難しい。はあ、どうしよう。そしたらとりあえず、結局そんなに変わってないのか、戻して、とりあえずこちら完了しました。そんな全く変わってないけど、続いては
はい、そして私の劇的に汚いこちら。やばい、汚すぎて。お見せするのは恥ずかしい。ここも綺麗にしたいと思いますけど、まずこちら T シャツがね、T シャツをこの前ちょっと綺麗に畳んだんだけど、とりあえず T シャツを綺麗に並べて、断捨離って言ってもなんか捨てるものがそんなにないんだよな。綺麗に並べて T シャツを、こちら長袖を着ないので長袖を降格したいと思います。長袖くんたちを向こう側に降格させよう。あーこれなー、どう思いますか、このね線が入っちゃってるの可愛いんだけど、中に着るようなら見えないんだけど、これ一枚だとピーってなってるのがバレバレなんだよ。来年着なかったらさよならしよう。あー捨てれない成人だ。なんでこんなシミが、えっ、いつの間にこれシミ抜きで落ちるかな。シミ、恥ずかしい、シミ抜きシミ、これまだ買って間もないのに。なんか畳むのもさ、どう畳むのが一番服にいいのかわからないんだよ。うわ、あー萌えだ。床に置かないと綺麗に畳めない。あーこれもみーちゃんからのお下がり、これはもう冬だね。あーこれもみーちゃんから、これも可愛いんだけどラインが丸見えだから結構勇気がいる服。今年は着れるかな。これはそんなに分厚くない。おーちょっと綺麗になった。こっち全部冬物だ。冬物を全部もうこっちの棚に置いてしまうっていう考えがあります、ね、こっちの棚に。トレーナーもさ、トレーナーもさ、可愛いのにさ、全部こうやってさ、シワシワになっちゃうの。で、アイロンかけるのがめんどくさいってなるの。仕方ない。来年にアイロンしよう。綺麗になったけど、なんであんな角っちょがすっごい汚く見えるの。まあいいか、仕方ない。綺麗にして汚いジーパンたちを綺麗に畳もう。本当はジーパンもさ、全部さハンガーにかけたいのよ。シワがさついちゃうから嫌なんだよね本当は。だけどかけるとこがないのよハンガー。ジーパンを全てかけるとなると場所がないから仕方ない。毎回丁寧にやるようにしないと。これもさウエスト超ブカブカだったの。ちょっと今履いてみようかな。これねちょっと私がしてた時は足もブカブカでウエストもブカブカだったのよ。ぴったりだった。ちょっと足きついかな。まだなんとかなるわ。なんかさ大体さこのズボンが履けなくなったら太ったなとかさわかるじゃん。私一個あるのよ。これが緩かったら痩せてるし、これがきつかったら太ったんだなっていう基準のズボンがあるから、それも後で履こう試しに。こちらは履けました一応。ただもうお腹が苦しいのとかもさ、なんか座った時に圧迫されるのとか嫌とか思ってさ、もうおしゃれからどんどん遠ざかったからダメ。ちゃんとしよう。これももうなん、これいつから履いてんのってぐらい昔から履いてるわ。もう AKB の頃とかめっちゃ昔に買ったジーパンをまだなんかずっと履いてるわ。これです。私が痩せたらこれはきつくない、太ってたらきついっていう基準のズボン。これ履いてみよう。まずこれも、痩せてたらこの太ももも緩いですけど、太ってたら太ももがパツパツです。ウエストもめっちゃ苦しい。まだギリだな。でもちょっとゆとりが、ここにこの太ももがこうやった時に突っ張る感じがある。ダボっとしたズボンぐらいの感じだったんだけど、ちょっときつくなってるね。ウエストもまだ許容範囲かもしれないっていうくらいかな。次片付けるときはもうブカブカで、ブカブカになってたいな。はあ、とりあえずちょっと綺麗になったくない？ちょっとスッキリしたかな？最初よりかは。熱い。ちょっとさっきの T シャツの染み抜きをしたいと思います。はあ、なんと悲しいことが起きました。残念なことに染み抜きがあるかと思ったら中身が入ってなかった。やばいね。 K がずっとここに座ってるからさ、ここもうハゲちゃってるよ。やっぱポーズだからさ、こうやって座ってさ、こうやってやってるとさ
擦れちゃうのかな、ここは。すごいね、やっぱりね、甘いものを食べると本当に食べたくなるんだよ、眠くなるしって今思った。今日はゴロゴロしてアイス食べて寝ちゃってあーってなったけど、今掃除したらめっちゃ体が元気になった。やっぱね、外とか出た方がいいね、休みの日。動いてないとさ、本当食べたくなるしさ、何もしたくないっていう最悪なことになるじゃん。とりあえずちょっとは綺麗になったからよかったけど、断捨離今回は1枚しかさようならできてないので、捨てるとはもったいないから、相当汚いってなってない限りは捨てたりしないでメルカリで売ろうかな、ちょっといいやつの服はと思います。さて、では片付けも終わったのでまたです。バイバーイ。